11月になったね。いろいろあった2022年もあと2ヶ月で終わりか。このチャンネルに関してもかなり変化があった激動の1年になりそうな感じですし、いろいろ思うところもありますけど、まずは毎月恒例のサークミニッツシリーズ新作情報をチェックしていきましょう。それではスタートです。今月登場する新作キットは、サーキミニッツミッションが2つ、サーキミニッツシスターズが5つの計7キットとなっています。まずはサーキミニッツミッションの方からチェックしていきましょう。1つ目はこちら、好きなティオのナイト仕様だの。ナイト仕様は今年の初め頃にツイッターで少しずつ登場がほのめかされた後、5月のホビーショーで装甲突撃メカなどと一緒にサンプルが発表された機体で、サーキミニッツミッションでは初めてとなる騎士モチーフのカラーリング及び追加装備を持っているのが特徴です。もともと騎士モチーフというと、公式戦のカスタム機体などでもよく採用されているのを見かける、とても人気のあるモチーフなんだけど、もしかしたら公式さんがそれを拾い上げて立体化してくれたのかもしれないね。そういえば戦国仕様の時もそんな感じの節がありましたね。そんな見た目の時点でもう大人気キットの仲間入りをしそうな感じのナイト仕様だけど、実はいろいろ新しい要素も持って登場しているという面白そうな機体でもあるんだ。まずはカラーリング。これはまだ確定情報ではないけど、7月に公開されてたサンプル画像を見る限りでは、成型色にメタリックカラーが採用されている可能性があるということだね。ただ現在ホビーサイトの方で公開されている CG 画像を見た感じだと、メタリックシルバーかなと思われたメインカラーの部分は通常のグレーとも言えそうな感じの表現だったので、これは実物を見てチェックしてみたいところ。まあメタリックなら新しくていいし、グレーならそのままでも塗装ベースにも良い色だし、どう転んでも使いやすいことには変わりはないかも。そしてもう一つはこちら、スピナティオでは初めて後頭部の3ミリ穴を使うトサカパーツが収録されるということですね。スピナティオが登場してからもうすぐ2年くらい経つわけだけど、カスタム使ってる人はちらほらいたけど、公式のカスタムパーツ等でも全然使われてなかったんだよね、ここってことで小さな変化ではあるけど、ちょっと新鮮な感じで組み立てができるかもしれないね。そんなスピナティオナイト仕様、お値段は1キット1628円となっています。お値段はちょいと高めの方だけど、他にも全身ほとんどのハードポイントにアーマーがあったりして、ボリュームもかなりいいなど、魅力的なキットであることには変わりないね。続いてはこちら、オプションパーツセット11になります。おお、ついに大型ブースターの体になるプロペラントタンクセットが出てきたね。このキットはその名の通り、でっかいプロペラントタンクを入手できる。だけじゃなく、前作になる大型ブースターにも負けないくらいのでっかいブースターユニットや、何やら拡張性の高そうなコアブロックなど、大迫力かつカスタム性が高そうなアイテムの詰め合わせとなってるんだ。大型ブースターと組み合わせて大型の爆撃機みたいなサポートメカを作るのも良いですし、エグザマクスにセットして強化するも良し、あるいは複数キット集めてガンダムに登場する GN アーマーやミーティアのような超大型拡張ユニットを作るのもいいかも。そう考えるとなかなかに夢が広がるアイテムになってるね。そしてこのオプションパーツセット11個と大型プロペラントタンクユニットは1キットお値段968円。前作大型ブースターユニットの時も思ったけど、お値段やボリューム機能を見た感じだと、もうこれエグザビークルと同等のアイテムだよね。こちらもかなり満足度高そうだ。というわけで、サーキミニッツミッションの新作は以上となります。数こそ2つと少なめではありますが、事前情報の時点ですでに期待値がめちゃくちゃ高い面白そうなアイテムとなっていますね。ってことで、続いてサーキミニッツシスターズの最新情報をチェックしていこう。サーキミニッツシスターズの新作1つ目はこちら、久々に登場、新作シスターのリリネルだの。リリネルはウサギの力を備える小柄なシスターで、その型番にもあるように T 型ボディというティア・アシャヤルルチェの A 型ボディよりも小さい新しい規格のボディを持って登場ですね。ちなみにリリネルが持つ T 型ボディのポイントは小さいというだけでなく、内部構造の改良により体を反るような動きができるようになっているらしいということや、腰回りの可動域も向上しているようで、これまでのシスターでは難しかった座るというポージングが取りやすくなっているのだとか。なるほど、構造の改修は嬉しいね。どんな感じになってるのか気になるな。ふむ、
そういえばマスターは A 型ボディの時点でパーツの耐久性が不安なところが多いのですが、さらに小さい B 型となるとそのあたりがちょっと心配になってきますねって言ってたけど、そのあたりはどんな感じなんだろう。うん、そのあたりも実際組んでみないと何とも言えませんね。ただ A 型ボディの場合、太ももなど一部パーツの合わせ目消しをしようとすると、パテを可動域から守るためのマスキングテープも入らなさそうなくらいギリギリな構造のようで、合わせ目を消すどころかマスキングテープを取り外す際に圧力が発生してパーツが破損しちゃってたみたいなので、もしかしたら T 型ボディの改造はかなり難しいのかも。ふむ、これは水着ボディのように合わせ目が出ないような構造になってたら問題なさそうなんだけど、果たしてどうなることやらと、ちょっと気になるところもありはしますが、リリネルはその他の付属品がかなり充実しているので、組み替えや塗装あたりのカスタムで楽しむ分にはすごくいいかもですね。付属してるのは、ウサ耳ヘッドホンらしいジョイント式の武装腕、ウサギっぽい形のガントレットなど、可愛らしくも拡張性が高そうなもので確かに面白そう。そしてこの武装腕、見た感じハンドパーツ接続部に当たる部分が3ミリ穴っぽいのも気になるし、デフォルトで銃口みたいなのが装着されている姿は、なんとなくロックマンのロックバスターみたいな感じに見えるのもいいな。塗装でそれっぽくしてみるのも良さそうですね。そんなリリネルですが、お値段は1キット2750円となっています。素体としてはオールインワンパッケージではない初期3人娘と比べ少しだけお値段が上がっていますが、その分ボディの性能が上がったりデフォルト装備が充実しているなど、シリーズ開始から1年が経ったことで進化したところが見られる。というわけですね。なるほど。見た感じ魅力的ではあるけど改造素体向きではなさそうだし、複数キットは買わなくてもいいかなと思ったけど、来月発売の姉妹機であるララメルとの互換性があるってのを考えると、やっぱ2キットくらいは確保したくなるね。これもまたサーティミニッツシリーズの魅力ってわけか。続いて見ていくのはオプションヘアスタイルの第6弾だよ。今月登場する5つのサーティミニッツシスターズ新作のうちの4つはこれに当たるというわけですね。それで今回収録されているヘアは、ピンクのパッツン前髪ロングヘアにティアアシャヘアと同規格のミディアムヘアブラウン、2段収録のオレンジと似ての空張りになるパープル版と似て、これまた2段収録品及びハルファリーナヘアの空張りであるイエロー版ミディアムヘア3と、5段あたりから増えていた既存ヘアの空張りセットとなっているようですね。新しい形状が最近あんまりないから新鮮味はちょっと薄まってる気はするけど、カラバリが増えるとお気に入りのヘアを塗装なしの成型色だけで色を変えられるようになるってことなんで、組み替えだけで理想のシスターを生み出しやすくなっていくということでもあるんだよね。変にこれ最初に見たピンクロングヘア、現状だと1段のツインテと4段のミディアムヘアしかなかったピンク系ヘアの追加アイテムが来たってことになるから、私のシスタータイの拡張性がこれだけでグブーンと上がるみたいに、範囲は狭くとも確実にアップデートされるところもあるってわけだね。確かにヘアカラーや形状を見た感じで言えば、イエローのミディアムヘアはアルカカルテイやハルファリーナをアップデートできますし、ブラウンの場合はルルチェやティアアシャをアップグレードできるなど、何かしらのシスターにうまいこと噛み合ってるものも結構多いですね。それに当てはまらないパープルポニテとかもあるけど、こういうのこそ私たちユーザー側で新しくシスターを生み出す時の材料にできるってことでもあるわけだ。お値段は1つ660円、4つ合わせると合計で2640円となっています。最近の情勢を見ると頻繁に再販がかかる素体よりもオプションボディの方が入手困難というよくわからない状態が続いていますが、以前よりもほんの少しではありますが、サーティミニッツシスターズも入手しやすくなったのかなという感じになっていますので、再販分を見かけた際はこういったヘアスタイルと合わせてオリジナルの子を作ってみてくださいね。というわけで今月分の新作情報は以上となっているの。現時点ではよくわかっていない疑問点がちょいちょいありますが、どのキットもそれを補ってあまりあるほどのかなり魅力的なポイントを持っている期待の高まるアイテムとなっていますので、どこかで見かけたらぜひ手に取ってみてくださいね。最後に現時点で確定している今月の動画投稿予定はこんな感じになっているよ。来週はリスナーさんからいただいたものを使ってエグザビークルのタンク再レビューを、そして11日のサーティミニッツミッション新作発売以降になる再来週にナイト仕様とオプションパーツセット11のレビューをやっていく予定だよ。サーティミニッツシスターズに関しては
諸事情でレビューなどを投稿するチャンネルを変更するかもしれないので、後ほどコミュニティなどでお知らせしていきます。ってことで、よかったら今月も本チャンネルをよろしくね。